誕生日ですね。お、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。喜ぶかな。目を開けてもらってよろしいですか。お、絶対に目を開けちゃダメですよ。マジですか。はい。なんか絶対開けちゃダメですよ。はいはい、開けないです。言うかな。なんかもらえるんですかね。はい、開けてください。どうですか。嬉しかったですか。いやいやいや。何ですか。喜んでらっしゃいます。またこれはぜひ家で見てね、楽しんでくださいね。あら、そうですか。じゃあ楽しみに。いいな、誕生日の人はね。ありがとうございます。さあ、ということで、はい、JAKTV でございますけれどもね。さあ、今日もやりますか。はい、僕は知っているんですけど、周りの方は結構知らない方が多かったんですね。そうです、ケッテルでいらんですけど。あ、なるほど、はい、はい、じゃあお願いします。まあ、誕生日というお話ありましたけれども、はい、38歳になったんですよ。そうですよ、38歳。はい、38歳というとですね、あのドラえもんに出てくるのび太のお父さん、うん、のびのびすけ、はい、同い年です。マジですか。同い年ですね。これはこれはお見それいたしましたさあ、今回はですね、うん、やっぱ物事っていうのはやっぱ順番っていうのは大事やなっていうのを改めてちょっと知ったかなと、はい、こういうのをこういうのやってきたというどうだったんでしょうね。ご覧ください、はい、見てください、どうぞ自分の部屋をよ、だから音楽の部屋を今作りよっちゃう。あ、四郎さんの、うん、はいはい、でやっぱりその反響するっていうのが結局その周りの壁じゃなくて湯からしちゃう、はい、そういうなんか専門のところがあって、1メートルその寸法で測るっちゃう。おー、だからスポンジって2枚同時だというね。1枚をこう切るから2つセットでくるっちゃうけど、はいはいはい、もう結構するわけよ、値段が。でそれ貼ったわけよ、はい、家ね、貼って、で外出てちょっとでかい音量で聞いて、はい、で外で音を聞いたっちゃう、うん、全く一緒やったどう言って、丸聞こえん。もしもし、はい、あ、ほう、あ、近くにいるんですか。あ、わかりました。はい、はい、ひろさん、うん、樋口さん、樋口地方、うん、ない、仕事。いやいや、なんかすげえ怒ってらっしゃる。誰に。いや、わかんないです。なんか出てこいと、二人。俺も近くにいるから。はって言ってましたよ。どういうこと。いや、わかんないですけど。あいつが来ればいいやろ。いや、そもそも番号を教えてないんですけどね。あそこにいらっしゃいましたけど、どうしよう。なんか仁王立ちになってますけど、どうしちゃったんですかね。お疲れ。どうも。お疲れ。遅い。いやいや、遅い。めっちゃくちゃ遅い。遅いって呼ばれる意味がわからんやろ。だって全然わかんないですか。わからんやろ。四郎さんわかんないですか。俺、シロさんみたいですよ。俺、怒りの原因は僕関係ないですよ多分。じゃあ言いますけど、 FM 宮崎毎週月曜日から木曜日夕方5時10分から夕方6時55分まで約2時間オンエアしております。レディオパラダイス耳が恋した私、水曜日木曜日担当しております樋口千穂ですけども。知ってるよ、そんな詳細期間でも。わかんないですか。何をよジャンクの2人を呼びました。はい、耳恋の水木の私がここに呼びました。まだわからない。わからないって。全くわからない。いや、だいたい後輩が先輩を呼び出すということ自体がまずおかしいやろ。それを度外視しても言わないといけないことが私にはあるんです。どうしちゃったんですかね。こんな方でしたっけ。言いましょうか。ああ、ジャンク TV にたった出てきて2年の黒木リズムが
芸歴8年の私を差し置いて先にジャンク TV に出ましたよね。それは、はい、あの妖怪体操のやつやろ。そうですね、あれは彼女はそのバンドしてるからね。でちょっと声もちょっとアニメっぽいっていうかね、そういうなんか元気がいい系やで合いそうや。でそれはもうディレクターと相談をして、あリズムちゃんの声とかって合うじゃないと、あそれいいねっていう話で呼んだっていうだけだから。私もアニメ声ができるの、シローさん知ってるでしょ。黒木リズムが先に出たっていうのがね、どうも私あのちょっとね腑に落ちないんですよね。だから今日ここに呼びました。でもそれで怒ってるんだったとしたら僕はもう全く関係ないですよね。いや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 、もうなんて言うんでしょうね、本当にうるさい。何でしたっけ、準レギュラー、まあ一応そういう形。小林さん、いや田島です。あ田島さん、はい、ごめんなさい、小林さんじゃない、田島。あ、なんかこうあれですよね、田島さんってまあ、アシスタント、シローさんのねアシスタントしてる私から言わせていただくと、楽してるのがものすごいなと思って。いやいやそんなことはないです。じゃあ、うん、納得してた。アシスタントだったら多分いろんな知識がねないとダメだと思うので、今ここで亜生さん的名言を出してください。いきます、3、2、1、はい。石の上にも3年言ったですよね、うん、私田島さん的名言、うん、それは一般的な格言ですからね。そうですね、あなるほど。それなんで出てこないんですかね、リズムちゃんの話。なんかね、田島さんはやっぱりジャンクにあってはいけないような気がするんですよね。まあ話がだいぶあれなんですけども、うん、怒りの原因は、うん、そのあれですよね、リズムちゃんがジャンクに先輩を差し置いて出たと、うん、それはだからものによって、だからまあいつかはだからひぐちゃんに何かそれがあれば頼もうかっていうのは思ってましたよ、うん、お二人さん、うん、田島生は認めません。花見行った？いや行ってないんですよ今年。花見ねする暇ねえよね。で行こうかなと思ったらもう散ってるって、ね、もう散ってますもんね。結構祭りとかやっちゃうからね。どの辺行きます、行くとしたら。いつもあそこなんか科学技術館のところ、 あの図書館、図書館の方も文化公園よね。あーそっか、うん、うわさっきと同じ電話も。もしも、もしもし、はい、え、またっすか。はい、二人で、はい、はい、城さん、はい、また来いと。あ、いました。あのお前いい加減しろよ、おい、よい。私は FM 宮崎、毎週月曜日から木曜日夕方5時10分から6時55分まで約2時間オンエアされているレディオパラダイス耳が恋した水曜日木曜日アシスタントパーソナリティの樋口千代。知ってます。それさっきも同じこと言ってましたけど、うん、やっと来た。やっと来たってあんたやろ、さっき勝手におらんなったの。呼んだら3分以内に来る。どこにおるかもわからんかったよ、ね、もうそれもこれもやっぱ亜生さんがダメだからですよね。またですか、ね、この曇り空みたいに私の心も、ねねねね、曇り空。よいよい、あれなんですか、ね、あのカメラ。それカメラなんなんですか、あれ。持ってきたの、マイカメラかなんかですかね。カメラ何してんの。ねえ、暇やないわけやし、僕らも暇じゃない。暇じゃないよね。もう僕はそこそこ暇ですけど。じゃあ、いやいや、ちょっと待ってください。待って、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 この番組はシローさんで持ってるんでしょ。シローさんがいなくなったら何の意味もない。田島生がいたって何の役にも立たないんだから。それは言い過ぎやし、うん、じゃあシローさんお聞きいたしますけど、田島亜生さんの存在意味って何ですか。言ってやってください、ガツンと、まあ、バチンと言ってください。お荷物。ちょっと、いやいや違いますよ。お荷物で、まあ、僕からすれば可愛い弟分かなって、もう最近はもうそういうふうに思わないとね、思わないとやってられないなっていうところもあるからね。そこはやっぱ気持ち入れ替えた部分はあるよ。
それはもうひぐちゃんだってそうやし、やっぱり一緒にラジオやっててね、一緒にやってる人たちっていうのはやっぱりそういう気持ちでこう接していかないとですね、なかなか疑問は生まれないんじゃないかなと。 ありがとうございます。なんてね、兄貴ついていきます兄貴。バカ野郎、ね、生ぬるいんじゃないですか。え、そんなんでジャンク TV これから続いていくんですかね。ね、亜生さん。いや、まあ続いておんぶに抱っこの状態でこれからどうしていこうと思ってます、亜生さん。いや、これおんぶに抱っこ、これおんぶのされ方ですよね。なんかちょっと泣けてきましたね。なんでなんていうか、何言うよ、亜生さんから良くしようっていう気持ちが全然見えないっていうか、なんかこう自分から番組良くしようっていう感じが全然受けられないんですよね。そんなね、ひぐちゃん、あのジャンクのことにそんなにね、ひぐちゃんがこうなんか熱入れる必要ないし、いや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 、だってもっと伸びしろあるでしょう。伸びしろ伸びしろが泣いてるよ。伸びしろは泣く。あと5センチ僕は伸びれるのにな、言ってた味マーセの伸びしろが泣いていますよ。私も涙が出てきた。あと5センチしか伸びないですかね。もったいない。私は伸びしろを伸ばせます。ちょっと下におります。え、なんすかこの3人並ん、田島亜さんの伸びしろあと5センチ伸ばします。ひぐちゃん、やったひぐちゃん。リズムちゃんの話全然関係なくなってるんですけど、一個も出てこなかったですね。お酒映画見た。映画っすか。いや見てないですね。映画館でとかですか。いやー、この間あのケーブルの、はい、ムービープラス、はい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 、うん、俺初めて時計仕掛けのオレンジって見た。おお、見たことある。ある。どうすか、危ねえね、あれ。かかってきました。もしもし。貸して。もしもし。何？ああ。どうした？なんと今度はもう一回来てくれ。さっきの橋のとこ、またさっきのとこ。もういい加減してくれな。よい、いい加減してくれ。 FM 宮崎毎週月曜から木曜、また夕方7時、夕方の5時10分から6時55分までの約2時間オンエアされております。レディオパラダイス耳が恋した水曜日木曜日担当アシスタントパーソナリティの樋口千代です。なんか筆みたいなやつ落ちましたけどね。座布団の隅っこのやつみたいな。怒りでイヤリングが落ちましたけど何か。そこは何も言ってないです。そこは何も言ってませんし、もうよくわからないですし、何に怒ってらっしゃるのか。はじめね、起きてちょっとあ、そのごめんなという気持ちは出てきましたよ。そのリズムちゃんを先に使ったというので、まあ言ってもないし、まあ言う必要もないけどね、本当はね。まあ、うん、ここ先がなんかちょっと変わってきてる。だからえらいジャンクに入ってこようとしてるから、そこは別番組やし、それは僕らの自由にさせてほしいなっていうところはある。ごめん、女心が分かってない。女心はないよ、見て。女心なんか分からない。本当に女心が分かっていない。私が愛しているのはジャンク TV。 あれ、耳恋言うとこになっちゃってますかね。ジャンク TV って田島亜生さえ伸びればもっといい番組になるのにな。そして私はさっき伸びしろ伸ばしました。今お呼びしたのは伸びしろの成果を見せてほしいから。なるほどね、なるほど。じゃあよっか、分かっていただけました。もう俺はちょっと納得したかな。でしょ、うん、まあそれは見てみたい。うん、あの効果が出るのかなっていうのは。じゃあさっきの同じやつに、え、あの自分の中の格言みたいな名言言ってみて。3、2、1。月に4度のゴールデンウィーク。月に4度のゴールデンウィークだそうです。やっぱこれぐらいの心のゆとりを持てと。はい、どうですかこれ。5ミリ分5ミリ分の伸びしろは笑った。
笑ってないよね。あと 4.5 センチが泣いている。あと 4.5 センチ。もっとあるでしょうけど。これを使って物ボケをして。そんなんすぐできるよ。はい。はい。チャレン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 。はい。あれ。パカーつら。ちょっと待って。これあれっぽくないですか。って、もうぐしゃぐしゃなってるやんけ。ああもう。おいおい。立ちません。あなたはダメな人。これはさすが。これからずっとジャンクはこれでいくのかしら。シロさんそれでいいんですか。まあまあこれで、まあ、もしまあちょっと考えるわ、そのスタッフにも言うから、いろいろそういう意見もありましたっていうのはちゃんと取り入れますんで伝えておきます。はい。伸びしろの 4.5 センチ任せましたよ。コロスケ。風気持ちいいな、なんかな。いやー、いいですね。川沿いで遊びてえな、なんか。あったけ、うん。釣りしながらバーベキューとかね。いいね。いいですよね。そういうなんかちょっとこう余裕のある時間が欲しいよ。まさかの。え？出る基本の多分完全に汗くになんか言いたかったみたいな感じあるから、だからあんたひぐちゃんだけじゃねえかもしれんから気付けないよ。いやいやいや、はい、ということで、まあわけのわからないね今回ね、はい、樋口さん、樋口長さんでございますけれどもね、姉さんが、はい、まあ一緒に私あのラジオ、はい、やってましてね、水曜木曜日も何回も言ってましたけども ね、担当している樋口ちゃんでございますけれども、はい、どうやって出そうかって言ったただ怒らせるというねずっと、ね、本人は良かったんですかね。本人はね、はい、まあ、ここだけの話ですよ、はい、3日3晩悩んだっていうことですね樋口さんあんな方じゃないですからね。そんな方じゃないですよ、はいはい、うん、まあ、いろいろ結構悩むタイプでありますから悩んだりするタイプでありますけれども、でも3日目はだからこの番組に出るっていうだけでですよ、はい、そうやって考えてくれるっていうのが嬉しいじゃないですか。ありがとうございます。何にも考えてくるわけでしょね、はいは、はいは、はい、じゃないかなと思って。